はい、どうも、リハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、肩こり発生につながる怒り肩と呼ばれる状態についてですね、その概要とメカニズムと解消に向けたアプローチの3点についてですね、解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、そもそもまず怒り肩とは何かというところなんですが、これはイラストの通りもあるんですが、両肩のですね、肩がこう上がってしまっているこういう状態のことを言います。で、鎖骨の位置がですね、体のこう外に向けて上がって正常な範囲よりも角度がついている状態のことを指します。で、この怒り肩の背景で何が起こっているかというと、私たちの背中にある肩甲骨にはその引き上げる際に作用する2つの筋肉があります。1つが肩甲挙筋、もう一つは僧帽筋の上部繊維というもの、この2つが関与しているんですが、このですね、メカニズムを正しく理解するということが大切になってきます。どういうことか。怒り肩ではこの2つの筋の両方ともがですね、緊張がともに高まってしまって、こうぐーっと上がってしまって、こういう状態になっています。なので逆に肩甲骨を引き下げる筋肉、ここがですね、弱くなってしまっているというのもその特徴として挙げられています。つまり肩甲骨周りの緊張が強い筋を緩めて、弱化、弱くなっている筋は逆に動きを高めるということがその基本方針ということになります。このようにですね、肩こりを解消するためには、まず肩甲骨の動きを高めるということが大前提にはなってくるんですが、この同時にですね、自身の肩こりのタイプというものも把握した上で、これに沿ってアプローチを行うとさらに効果的ですので、ぜひこのあたりも含めてですね、参考にしていただけると幸いです。では、この点を踏まえた上で、じゃあ怒り方を解消に向けた実践的なアプローチについて解説をさせていただきます。まず、怒り方においては、特に制限されがちな僧帽筋の上部繊維をですね、緩める筋膜リリースというものが効果的になってきます。筋膜とは何か。筋膜というのは筋肉を包んでいるこの膜のことを言います。中には血管ですとか神経ですが、リンパ管というものが通ってまして、これが骨や内臓にもつながって全身に張り巡らされているという特徴があります。で、この筋膜がよじれたりねじれたりするということで、その動きが制限されてしまって、間違った動きが脳に伝わって、特に肩周りで肩こりを生じるということがありますので、これをですね、ほぐす、リリースしていくということが大切なポイントになってきます。具体的に何をするか。例えば右の肩に制限がもしある場合でいうと、まず正面をこう向いた状態で首を倒して、その制限のある右側ですね、ここをですね、立って指を立てて軽く押さえます。でそこの右側をこうぐーっと伸ばしていきまして、この正面をそのままの状態で首を横に倒していきます。こういう状態ですね。で、これをだいたい60秒から90秒程度、正面を向いた状態で行っていただければというふうに思います。ただ60秒から90秒って結構長いので、場合によっては例えば20秒×3セット、あるいは30秒×3セットというふうな形で休みを入れながら行っていただくという方法もあります。で、注意点としては、この疲れ具合ですね、爽快な疲れが残る程度にとどめてください。あまり無理して行うと逆効果になってしまいますので、この点はぜひご注意をしていただきたいなというふうに思います。またこの怒り肩の、特徴としては、肩を上げる、肩甲骨を上げる筋肉が特に緊張が強いので、肩甲骨を引き下げる筋、ここは逆に弱くなっています。なのでこの肩を引き下げる運動というのを重点的に行っていただくことで、直接的にこの肩甲骨周りで怒り肩解消のアプローチになってきますし、関連する胸周りの筋肉にもですね、働きかけることで、こう胸郭を広げて柔軟性を高めるということもできますので、そういった作用もあります。で、さらに生活上の注意点としては、この僧帽筋の上部繊維というところが緊張が強くなってくると、肩はもちろんそうなんですけども、頭がですね、締め付けられるような後頭部から首筋にかけて生じる頭痛、緊張型頭痛がですね、伴うというケースが大変多いので、特にこの頭痛を伴った肩こりが発生するという場合にはですね、この僧帽筋上部繊維の筋膜リリースとこうエクササイズ、あるいは生活上のポイントを見ていただけると参考になるかと思いますので、ぜひ実践していただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。